国鉄205系電車富士急行6000系、電車6000系0番台6000系6700番台6701編成、富士急行線、開業90周年記念車両富士急行6000、系電車は2012年から富士急行が運行している通勤系電車である。東日本旅客鉄道で使用していた205。 軽電車を譲り受け、JR 東日本系列の東日本、トランスポーテックで改造を行った。JR 東日本で使用されていた205軽電車に3両編成化等の改造を施した車両である。JR 東日本から地方施設に通勤型車両を譲渡するのは民営化初期に101系を秩父鉄道に売却して以来に例目となる。また、 富士急行が保有する普通列車用車両では初の3両編成である。2012年2月29日に運用を開始した。なお、6000系の形式称号は昭和60年に種車となった205系が登場したことに由来する。本系列は JR 時代からの携帯差によって3つの番台に区分されている。なお6000番台。 6500番台は JR 東日本での205系の運転台新設改造と異なり、運転台は通常の先頭車と同じ構え体を取り付ける改造が行われている。中間電動車である Q もハ205型に運転台を呼び、前面部分を余剰の制御付随車から移植して制御電動車としたほか、パンタグラフをシングルアーム式の FPS33E 型に 乾燥し、2機に増設している。また、使用線区の気候条件に合わせて、スノープラウト、大雪ブレーキ新設、床下機器の体感大雪装備の追設がされている。前面の帯板部分は、上部手すり部分を黄色の補装備、下部を富士山をイメージしたライトブルーの帯とし、中央に富士山をモチーフにしたマークと CT の文字が入ったロゴマークを配している。 また総庫に、藤木コミュータートレーンの文字が入る。側面のラインカラー部分は、ライトブルーの帯となり、客用扉間の総庫部分に、藤木コミュータートレーンの文字が配されている。また客用扉も種車のステンレス文字から、ライトブルーとなり、扉の総庫と書く、扉両側の戸袋部分に、前述のロゴマークが貼られている。 車内内外装は線形のリノベーション車用、富士登山電車や、下吉田駅、富士山駅のデザインを手掛けた、水戸岡栄治によるデザインとなっており、吊り川や床板に木材が多用されている。寒冷地対策として、客用扉の開閉ボタンの設置、温風ヒーターの追加による室内の暖房強化が、された。一方で、ベンチレーターが撤去されたほか、 冷房装置の交換も省略されている。自動放送装置も設置され、日本語と英語による案内がされる。6500に編成からは4カ国語対応の LCD も稼働している。この他6700番台は、大型のスーツケースが置ける荷物棚が3号車の連結面側に設置されている。以下、突起がないものは、富士急ハイランドでの開催イベントに関する。 2011年度中に2編成、2012年度に2編成、2017年度に1編成、2019年度に2編成の計7編成が導入され、線形の一部と5線形を順次置き換えた。ありがとうございます。